こんにちは、柴田です。今回はですね、ギターのパーツを変えたらどれぐらい音が変わるのかっていうのをですね、実験したので皆さんにお聞きいただきたいと思います。まあ、動画はね、第1弾と第2弾に分けて、第1弾はロックペグに交換したらどれぐらい音が変わるのか。このフェルナンデスのストラトタイプはですね、もともとこういった F キーというものが乗っかっておりました。まあ、フェンダーを真似たフェルナンデスオリジナルのペグなんですけれども、これを後藤のマグナムロックのクルーソンタイプに交換しております。というのもですね、どれぐらい音変わるのかなと思って、YouTube で動画検索したんですけれども、ビフォーアフターの動画がなかったんで、まあ、それだったらね、今回僕が撮っちゃおうということで試しております。まあ、今回ね、なんで交換しようかなと思ったかというと、まあ、僕の家にあるギターが今ロックペグに結構な本数変わってきたんですよ。それで逆にロックペグではないギターの音がちょっと気になり始めたというか、ロックペグって結構ね、タイトな感じがするんですよね。で、このギターに乗っていたこの F キーのペグに関しては結構ね、音が散らばるというか、まあでもね、それがね、倍音っぽい感じになってくるので、そっちの方が好みという方もいるかと思うんですけれども、もうちょい締まった音になんないかなと。まあでもそれがペグのせいなのかどうなのかっていうのもちょっと分かんなかったんで、今回ね、試しに変えてみました。まあ、ちなみに、このサドルに関してはもうローヴィンテージのものに変えておりまして、このサドルはね、めちゃめちゃ気に入っております。音をお聞きいただく前に、僕の感想をね、ちょっとね、お話しさせていただくと、ペグの交換で結構音変わりました。どういった感じに変わったかというと、まあ、想像していた通りで結構ね、やっぱタイトな感じ、引き締まった感じの音になります。まあ、それはロックペグっていうのは、ここにね、弦を巻かなくて済んでるんで、よりタイトな音になるんだろうなと。ここのね、ここら辺の音のブレがないんで、好みにはよるかと思うんですけれども、僕好みではありました。もっとね、ブオーンとなってほしい人とかっていうのもいるかと思うんで、そういう人はね、ロックペグじゃない方がいいかもしれないですね。まあ、とりあえずですね、音をお聞きいただいて、まあ皆様の参考にでもしていただけたらなというふうな感じでございます。